9月29日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。では、最初のニュース、こちらです。尖閣諸島沖で海上保安庁の巡視船と台湾の漁船が接触。沖縄県の尖閣諸島沖の領海内で海上保安庁の巡視船クリマと 台湾のハエナワ漁船が27日午後、日曜日の午後に接触しました。双方の乗組員に怪我はなく、大きな損傷もなかったことから、海上保安庁は打法などの措置は取りませんでした。当時の状況から漁船が故意に接触してきた可能性は低いと判断したと見られております。 まあ、領海内ではあった、はい、ということですよね。そうでですね領海内でということは違法操業であることは間違いなかったということですよね。ただあ、今、の今一番最後にね、飯田さん書いて、はいああの、読んでくださったように、うその漁船が故意に衝突した、はい、つまりあの10年前にね、えー、尖閣諸島の沖で、えー、中国の漁船が体当たりしてきたと、たね、ああいうケースとは全く状況が違うとうう見ていることと。 まあ、両国とも日本、台湾両国ともですね、はい、もうこれをその政治問題化しようとか、うん、あそういう動きは全然見られていないのでいいあのそれはそれでえいいことだと思うんですね。うん、ただあの台湾側はですねその、はい、自国の、うんまあ、海上警察、海上保安庁みたいなところありますよね、はいまあ、そこを通じていろいろ調査をすると。はい、でこれは私も まあ、ある意味、正しい対応だなと思っていてまあ問題なかったからいいよねっていうことではなくて、はい、一体何が起きてたのかということは、えー、映像等もあるはずでですすからねねそうですよ、ね、海上保安庁は映像を撮ってるはずですよね、はい、ですからこれはそのいたずらにねあの両国でなんかこう対立をしようということではないけれど何が起きたかっていうことだけは、はい、国民の前にも明らかにするように習慣づけたらいいと思います。で日本と台湾の場合は 第漁業協定というのも第二次安倍政権になって結んでるんですよね。で実はこれ第一次安倍政権の時も模索して、はい、でもまああの政権が短命に終わったこともあるし、<ー>ちょっといろんな別の要素があって成立しなかったんですよね。でこれはね私実は第一次政権が終わった時に、はい、終わった後にですね、えー、第二次政権立ち上がる前ですけれども、うん、安倍前総理に聞いたことあるんですこの件を。ほうほうほう その時はですね、はい、まあもう今別に言っちゃっていいと思うんですけど、その第一次政権の時やはり台湾側とこの少なくとも漁業協定ですね、はい、を締結しようという目的で、うんえー、接触を試みていた、特にトップ、当時相当です、ね、陳水平総統とまあ安倍総理が直接、国際会議とかですね、はい、そういう場面を通じて、 まあ、トップ同士会うということも含めて調整をしてたんだけど,ど日本側の情報全部漏れてたと北京にほー。なるほどいうことがあって、まあはい、うまくそのいかなかったとっいうことを聞いたんですよね。あ<ー>ですからこれが第二次政権で締結できたというのは非常に大きな成果ただしあのこれ一部あの日本は EZ を譲ってるんですよね。はい、でこのの沖縄の漁業管会社に聞けば 結構マグロのいい漁場を譲ったみたいななことにはなってるただだから日本側がそこをね一部譲ってでもまあ台湾とはことを構えたくないということだったわけですね。いうことだったわけですね。ただまあ漁船の中にはどうしてもこう魚が取れるっていうとうんあの入ってきたりする人たちはいますからねまあこの漁船に何の他の背景もないのであればまあよしということなんだけどやはり厳しく対処すると。 いうことはあしていかなきゃいけませんよね。の政府に対しては。うん、でもやっぱ沈水編政権もあれを民進党政権だったで,、うんはい、で今の蔡英文政権も民進党政権であると。はい、で,、はい、でこう国民党政権になると、うん、やっぱりこう北京と非常にこうパイプが近くなりますからね。まあ特にね、うん、あの麻薬、まあ、政権というのは特に近かったですからね。やっぱその辺でこう中台を連携するっていうところに持っていくと、うん、一番日本にとってこれは悪手になるんですね。 ただ逆に言うとね、うん、日本と台湾が連携するっていうのが北京にとって一番の悪夢なわけですよ。だからこそその情報を何とかしても取ろうとしていた。そうそうだからしかもそうだし、はい、今だってね、やっぱりそれをできるだけ日中。えー 日体を罹患させようという動きはもうあらゆる分野からあるというふうに思った方がいいんですねだからそういう意味でもこの漁船の問題一つとってもですね、はい、まあ単に漁船があーちょっと無法者だったよという話だけで終わりなのかどうかというのは私はよく調査する必要はあると思いますねその背景も含めて、うん、はい えー、この菅新政権の外交についておはようニュースネットワークのゾンでもまた詳しく特に日中関係というところはお話しいただこうと思っております、はい、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです加藤官房長官がウイグル人などの人権が尊重されているか注視していく考えを示す 中国の新疆ウイグル自治区の統治政策をめぐって習近平国家主席が思想や宗教の統制を徹底していく方針を示したことについて加藤官房長官は昨日午前の会見でウイグル人などの人権が尊重されているかどうか注視していく考えを示しました 週末に、この新疆イグル自治区の統治政策に関する会議。まあ、最高指導部メンバー全員出席の会議が開かれた。はい、そこでの発言をめぐってというところですが。すね、とんでもないこと言ってますね。ねまあ、とんでもないこと言ってますよね。で、とんでもないこと言ってるんですけども、もすでに、はい。 あのー、もう言う前からですね。うん、そういう政策がずっと実施されてきていて、はい、ま世界中がいろんな形で避難をしたり、はい、あるいは制裁の対象にしたりしてるわけですね。はい、で、今あのー、日本国内でもですね、えええー、まあ、在日ウイグル人の人たちを中心に随分、えー、その抗議行動というのが、はい。 あ、今までに比べたら大規模に、しかも結構そのまあ深くなってきてるわけですよね。あのアメリカがウイグル人権法というのを通して、はい、でそれから先日もう一つはあの。 強制労働によって、ねうん、え作られた製品、はい、まあこれは一切その取り扱わないという、はい、法案が出されて、会員はもう可決されましたから、うん、おそらく上院で否決される理由もないし、うん、トランプ大統領のことだから、署名を後回しにするってこともないでしょうから、はい、まあこうなってくると、まあ、日本も何らかもうちょっと実効性のあることをしなきゃいけないという状況になってくるわけですね。うん、で今ね、きょう、今日産経は一面トップが、はい、えこの中国の民族政策ですね。 これに関することを一面トップで取り上げてくださっていて、はい、まあ私みたいにです、ね、こう民族問題を長くやってきたものとしては、特に、ね、こう事件があったとっいう報道がないのに、はい、これをやはり全国紙がさあの一面トップで取り上げてくれるというのは、本当に、まあ、ありがたいなというと変ですけれども、そういう気がしてるんです。で加藤官官房長ののこのご発言も、はい まあ、本当はもうちょっと強く言ってほしいというのはあるけれど。えー、でも、まあ、日本の官房長官が普通にですね。うん、これはその懸念があると、はい、いうことを言うようになっただけでも。まあ、ある程度進歩はしてるのかなというふうには思います。うん、ただ、やはり。はい、さっきのそのアメリカの動きを見ててもわかるようにですね。えー、これは。あの、欧米各国というのは、この、まあ、チベット問題やウイグル問題に関しては。 議会の方がかななり活発な動きをしてるんですよね、はい、ですからこれ日本の国会の方にも、ええ、おできるだけそういう動きをですねしてもらうような形で今あの在日ウイグル人の人たちも随分働きかけをしています議員さんに対して。と、ええ、いうのはですね、はい、これその例えば産経の報道を見てもですね、はい、収容所が380か所以上とかね、ええ、まあこういう数字を見てもすごいなとは思うんだけど、ええ、もっと実感を伴ったことで言うと。 日本にまあ何千人もの,そのウイグル人の方がいらっしゃるわけですよ。うんはい、で中にはその帰化して日本国民になっている人がいるうでそういう人も含めてですね、えー、ほとんど全員が日本に住んでるウイグル人何千人かのウイグル人全員が自分のふるさとにいる親族と普通に電話連絡が取れないっていう状況なんですよ。しかも その帰化しててていいるる日本国民になっている人も含めてですね、はい、え多くの人が自分の家族あるいは非常に親しい友人があ,ある日突然突然といなくなってうんあの収容所に入れられていると。はい、でその例えば収容所に、ね、入れてないけれども例えば警察が例えば「あんたの兄さんを監視してるよ」でいるとで「どうなの?と」というふうにこの電話口でね言ってくるみたいなことがうもう相次いで起きてるわけですよ。 ですからもうその在日ウイグル人の人たちにしてみれば自分たちまあそれまでは自分たち民族の問題って言ってたんですけどもまさに自分個々人の問題になってるわけですね。ですからこれをやはり日本の国会がですねまああの何もしないと。 いいうのはやはやりおかしいし、えー、特に、そのまあ帰化してるまあそこで区別するわけじゃないですけどね、はい、あの帰化してる人っていうのは日本国民なんで、えー、日本国民に対する人権侵害が起きてるということをもっと深刻に受け止めてほしいなと思います。それとね、ああののが一面でで、扱ってる中 アメリカ、イギリスの,その、まあえー、研究機関ですね。はい、アメリカはジェームスタウン財団、うん、オーストラリアはオーストラリア政策、えー、戦,戦略政策研究所。究所はい、このオーストラリアの戦略政策研究所は、 あのウイグル人のこの強制労働の問題ですね、はい、それによってどういう世界企業にあの部品が供給されているかっていうようなことも、数か月前に詳しく出しています、はい、そうですね、企業名まで上げて出していねまその中には日本を代表する日系企業も入っていますので、はい、まあそういう意味でね、日本の財界も含めて、うんうん、やはりこの問題にあまりなんかこう、対岸の火事のような、はいでまあ、ビジネスはビジネスでしょみたいな、不見識なことをやっぱり言ってる場合でもないだろうというふうに思います。うんうんうん そそれとねその、はい、同じく産経で、まあ、書いてるんですけれども、チベットで、ええ、この農民に対して、はい、まあ職業訓練と称して、ですね、うんえー、土地を取り上げて、まあ大体、はい、あのチベット人というのはあの牧畜民ですから、そのチベット人から土地を取り上げて、ですね、まあ、あの一応、中国政府的に言うと、はい、国営企業に譲り渡せと、ええ、家畜とかですね。ええはい、そのまあ 土地をですね、うん、まあ土地所有してるわけじゃないんですけどもう長年そこでね牧畜をやっていたあそこ離れなさいってことなんですよね。はい、で譲り渡すって言ったってまあ本当にスズメの涙ほどのお金しかもらえないでどっかに行かされるでこの件これはですね最近起きてきたことじゃなくてもう10年以上前からあるんですよ。でしかも各地域でノルマがあるんですね。 あのねチベットのある地域に行って私も実際にそれ遭遇しましたけどまずは移住をさせる、うん、移住させてどうするかっていうとアパートみたいなところに住まわせるんですよ、はい、と仕事ないじゃないですかうん、うん、でそこでやはりスズメの涙ほどの、まあ、生活費みたいなものを支給されるんだけれどもだ、はいたいみんな生きがいがないですからあのでアルコールだけは結構あるんですよね<ー>だからアル中の人が増えちゃう。 これはねアメリカでかつてネイティブアメリカの人たちにやった政策に非常に似てるというふうに言われてて、はあはあ、これはもう10年以上前から実はイギリスのメディアなんんか告発してるんですよねで私はねそのまあ移された先っていうのはあの見れなかったけれども、はい、実際そのあるまあ何て言うかなこの、えーまあ、村に行ったら、ええ、やはりそこでもう移住政策をその当局がもう。 目標化していて、数値目標を掲げているということを聞いたんです。はい、で、その移住政策に、数値目標を掲げていることと、もう一つは。はい、あの、えー、まあ、要するに、無効流入三次制限ですね。子供をむのを妊手術ですよ。う制限する。はい、で、これも計画的に行っているんです。個人の意思とは。はい。 でこういうことがもう長年続けられてきて、はい、今急に始まったことでは実はないんですねただ国際社会がアメリカも含めてここまで本気になってきたっていうタイミングはないのでここにやはり日本の政治もしっかりある意味乗ってほしい、ええええ、隣国ですからね。不政策だとは何と何かって こと考えると、うん、これアメリカと中国だけの関係じゃなくって、はい、ヨーロッパ各国だってこの人権弾圧は絶対に許せないということになってる、はいはい、イギリスの BBC とかも相当報じるようになりましたよね。ええなりました でイギリスはもともと BBC も比較的チベット問題には熱心だったんですね、はい、ただ最近はそのウイグル問題、<っ>まあイスラム教徒の問題ですね、はい、これに関しても非常に熱心になってきてるし、それから BBC 以外にです、ね、イギリスはチャンネル4というあの特殊なチャンネルがありまして、はい、ここではかなり昔からね、あの潜入ルポだとか、そういうもので、かなりの告発をしてきている、うんまあそういうこともあるので、はい、日本も,、まあ、もちろんメディアとかね、われわれ 取材者も含めてもっともっとその深い情報も。 真偽を確かめつつですねお伝えしていかなきゃいけないなというふうに思います今、チベット、ウイグル、さらに南モンゴル、文化を取り上げる、文字を取り上げるということですよ、それでやはりモンゴルで起きていることは、かつて、チベットや新疆ウイグル自治区で起きたことなんですね、かつてすでに起こっている、すでに起こっている、これが特に今、うちモンゴル自治区では、ここにきてものすごいスピードで起きてるわけですよ、徐々にというのではなくて。 やはり北京語教育が始まって,、うん、まってモンゴル語を取り上げようとして。ええ、これね、例えばそのウイグル人の地域では同じことが起きたときにどうなるか、はい、どうなったかというとですね、ええ、その学校の先生たちっていうのはいるじゃないですか。今までウイグル語でほとんどの教科を。 まあ教えてた。はい、これが全部看護に置き換えるということになると、ウイグル人の先生たちは仕事がなくなるんですよ。まあ失業しちゃうんですね。で,すねで、当局が一応その仕事を圧減するというかあてがうんですけれども、はい、そこで一気に収入が十分の一になっちゃう。うーん でそこにだっと中国人の先生が入ってきて、はい、全部職を奪ってしまうと、はあ、でこれは、ね、結構、ね、そのウイグル人からも聞いたんですけどね、うん、例えば中国語教育をやるにしてもウイグル人だって、はい、中国語で教育を受けたウイグル人っているわけですよ高い教育を受けた人。うん そういういい人には仕事が行かない<ー>つまり民族で完全なすすごい差別を受けけてしまうわけですね、はい、んでどんどんそ,のそういった知識層でも、はい、お低収入に落とされてしまうというようなことがまあ今後モンゴルでもね始まってくる恐れがありますからうまあそういう意味では今この初期の段階で、えー、国際社会が関わっていくということが必要ですよね。はい えー、この時間有本香織さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方はこの後も有本さんにお付き合いいただきます続いて教えてニュースキーワードです韓国のムン・ジェイン大統領が北朝鮮の金正恩氏の謝罪を評価韓国のムン・ジェイン大統領は昨日大統領府で開いた会議で北朝鮮による韓国人射殺事件の遺族に哀悼の意を示した上で国民の安全を守るべき政府として非常に申し訳ないと陳謝しました また北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の謝罪については、格別な意味として受け止めていると評価しておりますまあ野党の国会議員は反発をしているということですが、うそうですね、うん、どうせあの、まあ、謝罪って言ったって心からの謝罪をしているわけでもなくてね、はい、まあ何かしらその政治的に使おうということにすぎないわけでしょうから、あんまり日本側もこれね、 えー、だからどうっていう話だからんそんなに伝えてもねっていう感じもしますよねっていう言い方も変ですけれども、まあ、あまり掘り下げる価値を感じないような事柄ですよねこの両国のなんかやり合いに関しては。この両国のやり合いそれからムン・ジェイン政権の足元のなんか清掃みたいなものであったりとか、はいえーね、スキャンダルだあったりもとか。 まあ、日本のワイドショーなんかは、りかし好きでそういうのよくやりますよね。そうよね。これ一体日本にとって何の意味あるんだろうと思っちゃったりしますけどね。うん。うんまあね、あの、日韓の間の電話首脳会談も先週ありましたけれども。はいえー、まあ、その中でも、まあ、菅さんはどちらかというと、何と言いますか、塩対応というか。<laughs> 塩対応ですね。オタクにボールあるんだから、ね。<laughs> ちゃんとしろよ、みたいなことですよね。<laughs> それこそ、あの、いわゆるその募集校のね、話に関しても。 お前らもし資産売却なんかしようもんなら大変なことになるぞっていうのはちゃんと言ったという話でした、うん、そうですね、まあ、これはあの菅総理は官房長官時代からね、はい、あのそこらへんは非常に鮮明にあの話をされてきた事柄なので、そこは変わらないんだろうというふうに思いますし、あの安倍政権時代も、はい、もちろんその菅長官も含めてですね、<い>えーまあ、みんな、 常に怒り浸透だったと <laughs> いうことですから、まあそこら辺はずっと継続してるんでしょう。それとやはり日本がこのまあ韓国に対してですね、それでも電話会談をまあ中国よりはちょっと前にやって、はい、そうですね、前日にやったと感じですよね。でこれはその韓国政府自体をまあ全く信頼はしてないんだけれどもね、ええ特にあのまあやはりですねこの いろんな、まあ、日本との韓国との間でね例えばその応募校の問題とか、はい、そういう話だけじゃなくってあのー レーダーダあったでしょう、はい、私はやはりあれは本当に大きいと思うんですよね。ジェータの航空機にに対対ししててね敵国する行為ですからねね敵対行為ですからそういうことで、えー、やはり日本政府の中のねやっぱり不信感というのは非常に強いものがあると思いますね。うん、でこれはまああ,のあれについても誠意ある説明してないわけだからまだ、まあ、そのような、ん、形でいればいいんですけど、うんはい、ただそれでもねこの電話会談をほどほどの順番でやったというのは。 はい、やっぱりその韓国というのがあそこにあるじゃないですか、地理的な問題ですねあのやはり北朝鮮と相対することも考えれば。はい あそこにある国という意味での重要性っていうのはあるわけですよね。うん、確かにそうじゃないと、えー、あの三十八路線が南に下がってがそ,うそう、下がってくるて島が。まあ、もう下がってるという話をする指揮者もいますけれどもね。いますねはい。えー、はい、でもまあ、あそこにとりあえずは、あ、政権がある、日本の国交がある政権があると。はい、うん。いうことはある程度重要だというところでの、お、まあ、順番だと思うんですけれどもね。うん。 まあ確かに歴史を見てもそうですよね、うん、朝鮮半島が落ち着かないとなると、うん、それは日本にとって脅威になるっていうのはそうですね、うん、脅威というか結局ねなんか日本ってとばっちりをやっぱりやぱ受けてしまうんですよねあの海を隔ててたから昔もね要するに古来知らん顔してればいいんですけれども、はい、もう歴史ずっとひもとくと本当にその朝鮮半島の半島内でのこのうち揉もめごちゃごちゃこれに常に日本関わらされて大変な目に遭ってる。うん まあその古代のね白杉のような戦いとかああいうものから含めてね、はいえー、えなんで日本がそんなにたくさん援軍を送らなあかんかったのっていう感じでねえ、まあ、大変なんですけれどもだからできるだけそのさっきおっしゃった「使用対応」っていうけれども向こうで起きてることについてウォッチはする必要あるんだけれどもあの政府もね国民もやはりこうお距離を置いて。はい まあ,ある意味生温かく見守るというかですねそういう対応が必要だと思うんですねなんかこれ我がことのようにあんまり大騒ぎをしてしまっていけないというところだと思います、ね。はいうん それからですねメール、ツイッターご紹介していきたいと思いますがトランプ大統領についてというのもたくさんいただいておりまして、はいええ、こちら、えー、ラジオネーム、秋でも宇治金時さん、えー、トランプさん、このところ所得税をほとんど支払っていなかったというニュースがありました驚きでした、うん、トランプ大統領はフェイクニュースだと言ってましたがどうなんでしょうか事業損失の大きさがあったのか、えー、大統領就任以降どうなっていたのかわからないことだらけですとそうです、ね、いただきました。うんうん あのまあ、就任前のことだとするとね、はい、まあこれを今持ち出してどうするんだっていう話でしかないと思うんですの主にはおそらく就任前の話なんだろうというふうに思いますけれどもうんまあ一つはですね、はい、その国民感情はちょっと今横に置いたとして。うんはい 脱税をしたわけけじじゃゃななれば違法じゃないですよね日本でもあることですけれども、節、うん、税だったんだと、はい、つまりその傘下にある企業にまあ大きな損失が出てで、そこを穴埋めするということなんであれば、まあ、税金は、 払わなななくて事実上ね、はい、いいようなことにはなりますから税法上合法的に合法的にやっていたことであるならば節税でその可能性が高いと言われてますよね。はい、で今じゃあんでこれを持ち出してくるのかというと、ええ、前回の大統領選挙の時もそうだったんですけれども、うん、まあ日本でもよくある話ですけど疑惑っていうやつですよね。ああ なんかこう印象操作の匂いも非常にしますよね。うん、要するにそのトランプさんっていうのはアメリカファーストなんて言ってるけれども、実は税金こんだけしか払ってなかったんだよっていうことで。自分ファーストじゃないかそ<う>みたいな。それがだから違法か合法かは関係なく、はい、つまり国民感情に訴えていく、トランプって。 えー、悪いやつなんだみたいなねう、まあ、そういうふうなところを煽っているんじゃないのかなというふうな気がいたしますよね。んなんで今出してくるのよっていう話なんですよまあね。大統領任期4年間あった中でっていうのあここのところこういうのがいっぱい出てきていると。えーうん でも今日読売新聞が結構、思い切ったルポルタージュを出しているなと思ったのがはい、はい、えー、暴動をじゃないかと、これ、正義の名のもとに暴れ回ってるっていうような現地ループを出していて、これはびっくりしました、はいはいね、なかなかそのポリティカルコレクトネスはなんだというところで、こういう見出し、つけられないんじゃないかと思っていたんですが、でもこれ、現場を歩いてっていうのは、すごく読み応えがありましね正義のため暴れる局舎、んでも便乗、右派と衝突。そう そう,ね、そうそうね、うん、でほらあの今ね、えー、話題になっているそのブラックライブズマターのリーダー、はいえー、この女性の持っている会社になんかこう、はい、中国系のねあ<ー>、えー、金銭サポートがあるというような、ん、ニュースもありますしねやっぱそこにはいろんな交差があったりするのねはいというふうにも見られますはい続いて教えてニュースここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ 中国政府が香港駐在のアメリカ外交官の活動を制約化28日付の香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストによりますと中国政府は香港に駐在するアメリカの外交官を対象に香港立法会の議員らと面会する際に中国外務省の許可を得るよう義務付けました えー、政府関係者、政党メンバー教育機関職員と接触の場合も事前の外務省による承認が必要になるという、もう完全に香港じゃないですね、これな、なんかなりふり構わないって感じになってきましたかね,ねさあ,、まあ、このあたりのです、ねまあ、香港の今、中の雰囲気がどうなっているのかというあたりも含めまして、えー、香港中文大学の、えー、石井大地さんと電話がつながっています石井さんおはようございます。 おはようございます。朝早くからありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、あのー、先週も、あのー、民主活動家のこうしさん、ジョシュアウォンさんが逮捕されたりとか。まあ、いろいろな締め付けが強くなっているというような報道があるんですが、現地でご覧になっていて、石井さん、いかがですか。 そうですね、えっと、ご存じの通り、今おっしゃったようにです、ね、ジ、え、ョ、っと、シュア・ウォンはですね、はい、公安条例の違反と覆面禁止法の違反で逮捕されて、はい、されていますね。うん、で今後、ですね、10月1日にあの国慶説に合わせてですね、はい、デモが行われる予定ですから、今回も同じように何らかの取り締まりがあって、ええ、何らかの糧事態が動くのではないかと私は考えています。うーん この国慶節、去年を思い出すと10月のこの辺りというと、うん、あの警官が発砲して学生の方が受傷をったという事件もありましたやはりこういう節目というのはデモは大きくなりますすかそうですね国慶節は特に中国の建国を祝う日ですから、えー、やはり香港の若年層の民主派にとっては 非常にこう反発を抱きやすすい日なわけですよねで去年はああいうあの出来事も起きていますから、はい、その1周年を忘れないようにデモを起こそうというふうな呼びかけもあってです、ね、なん、えー、らかのデモが起こるのではないかというふうに考えこれ、民主人権人選などがあのデモを企画しても、なかなか許可が下りないということが、まあ、去年からずっと言われてましたけど、今はもっと厳しくなってますか そうですね今回もやはり新型コロナウイルスの感染拡大を理由にまだ完全に収まっていないので<ー>それを理由にですねデモが許可されなかったという形ですうん、えー、スタジオにはジャーナリスト有本香里さんもいらっしゃいますおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますあのー、ちょっとまあこの肌感覚のところ聞かせていただきたいんですけれども はい、石井さん、そちらにいらっしゃって、ですねなんかもう非常にこの、こなんていうんですか、いろんなことが監視されていると、ご自身の身にもそういうふうな感じがあるっていう状況ですか私自身は強くは感じないんですが、ただ、日常生活で一番よく感じるのは、これが国安法と直接の関係性があるかどうかは別として、はい、路上でのやっぱりあの身元調査ですね、あ<ー>あの職務質問が非常に増えたということです。 歩いているだけで警官に捕まってです、ね、で、ええ、カバンの中で何を持っているのか、なぜ、ええ、本港に今いるのかという質問よく受けるようになりますなるほどあの、大学の中はどうなんでしょうか今は大学の中では、ですね大学ではあの去年ご存じの通り、抗議活動があったわけですが、はい、それ以外ですね、大学内での抗議、まあ、者の侵入を防ぐためにですね、うん、あの大学にはですね、あの ゲートが張られるようになって、誰でも入れるような大学では今はないので、なな比較的、落ち着いているというか、う静かな状況になって,まっています、ね、逆にじゃあ、学生証がないと中、校内には入れないということになるわけです、ね、そうですね、学生証がないと入れないっていうん、昔のように、自由に出るリーいうのはキャンパスでなくなってしまったということのニュースは、あのサウス・チャイラーモーニング・ポストという、まあ、この英字誌もちょっと中国よ政府寄りだという,う評価ありますけれども。 例えば最近、国連の人権理事会でですねあの李宇賢さんの妹さんが演説をしたりあるいは他にもあの香港人の方がいろんなあのセッションでスピーチをしてますけれどもそういうことって香港の中では報道されてるんでしょうか。 あもちろん報道はされています、うん、あちなみに国連で演説したのは多分リュウ・ケンさんの妹じゃなくて、リュウ・イケンさんの妹の発信というのは、たぶフェイスブック上のものだと思うんですが、アップルデイリーなど、民主派の新聞では、そこそここ取り上げられて確かに在日香港人の方の,、ね、あのスピーチというのはあの、インターネットなんかではリアルタイムでも見ることできましたけれども、それもじゃ見ることはできてるわけですね。 あそうですねネットへの制限とかそういうのは特に今のところ出てないということですかそうですね今のとこころそそはれからあの香港警察があの記者の取材に関しても政府に登録されている人であったりとか国際的に知られた海外メディアに限定するなんていう通知が出ましたこの辺っていうのはこの取材とかに関しても制限きつくなってますか現場でも それはかなり問題視されていて大きく報道されているかなと思います。これまで,のですね記者協会だったりとか撮影記者協会の証明書だけです、ねはい、記者であるという主張が実際、現場で認められるかは別としてまだ可能だったんですが、うん、この数値によってですね、やっぱり大手メディアしか取材が難しくなったんですね、違法集会の現場で。うんはい、そうなると、工事活動をです、ね、細かく伝えてきた学生メディアやネットメディアが違法化されていってしまうというおれが。はいうん あ,のありますねうんこれ、大手メディアっていうことになると、香港の中の大手メディアは、どちらかというと政府寄りが多いということですか、まあ、そのどう見、それは、まあ、その場合によっても違いまして、記者によっても違うので、一概には言えないですが、だんだん政府寄りになっていくんじゃないかと言われているので、<laughs> まあ、その政府の許認可を恐れてです、ね、萎縮してしまうということも指摘されています。うーん あとその,あの船でこう国外に逃れようとした12人の方々が、ああね、あの会場で拘束されたまま、本土の、うん、に連れて行かれて、まもなく起訴されるんじゃないかみたいな報道もありました、この辺っていうのもやっぱり皆さん、香港の皆さん、萎縮させる要因になりますか そうですね、特に今回はです、ね、中国本土側の水域で拘束された後少なくとも中国が主張しているので中国本土側の法律で処理されているわけですが、はい、まあ今回、<ー>あのまあ、香港では。 なかなか今でも起きないことで、中国本土で起きてしまっていることはです、ね、家族が依頼した弁護士も面会できないということで、家族でさえも、ですねあの本人理由意見しないと本人たちの健康状態が確認できないわけですね。そういうのを見せられているというのは、ですね大陸の地方システムだったりとか、中国本土に対する恐怖感、嫌悪感を高めているというふうに思っています。 どうですかその、石井さん、香港中文大にいらっしゃいますが、周りの学生さんだとかで、もう、その香港から外に出ようとお、そういう検討されてる方とかっていうのもいるんですかそうですね。今すぐではなくてもでね、やっぱ長期的にいつでも移民ができるようにキャリア設計をするっていう人は、やはり増えたように思います。ただ一方でですね、<laughs> はい、あの昔に比べてですね、自分のことを香港人だ。 っていうようよなそのやっぱり香港に対して、ですね<ー>それ愛着を抱いているというのが、うんあの、現在の若い世代なので、はい、最後まで戦い抜くだったりとか、うん、香港がたとえ変わっても、ですねここに残り続けるというように言っているような、すこれは本当に切ない話ですよね。だって、みんな香港人がいなくなっちゃったら、当局の思う壺みたいなところありますからね。 これ国際社会としてできることはやっぱり起きていることを伝えるということになりますかそうですねその、まあ、でおそらく香港について理解する上で一番重要なのはですねいろんなニュースがまだまだ出てきていますからそれを追いいいけていくととうことですね国際社会が関心を失ったところで中国はどんとやってくる可能性が高いということですか。 おそ、まあ、らく国際社会の関心はそこまで正直な話、中国の地方政府は意識を完全にはしていない、ないつまり国際社会が関心を持とうが持たないようにやっていくると思うんですが、国際社会が関心を持つことによってです、ねあの、少しでもやりにくくなるというのは、石井さん、朝早くからどうもありがとうございました。 ありがとうございまましした、えー、香港中文大大学石井大志さんとつなぎましたいや、本当に香港のことを考えると、どんどん切なくなって本当ですよね、もう、うん、あの香港がと思うとね、でもやっぱり、ね、関心は持ち続けないと、まだしもプレッシャーになる可能性がまだあるぞ、えー、ということですねあの、まあ、私たちの感覚からするとね、うん、香港ってそういうことから一番遠い場所だろうと思ってたところがもうあっという間でしたもんね、うんまあそういう意味では本当にその関心持ち続けて、はい そしてやっぱりこれもね、あの日本の政治が、もっとこれ、無関心じゃいけませんよね。というのは、日本企業もやっぱり香港潰されてしまうと、はい、あの香港を京都府にして、中国市場っていうふうにね、はい、出ていってる会社もあるわけですから、多数あると話あまり損得勘定の話だけで言っても、適切じゃないけれどもね、でもそこからであっても、いろんな中国に対して、ですね聞き合わせをする、あるいはこうプレッシャーをかける、うんはい、そういう手段を考えないといけませんよね。うーん えー、中国政府、香港駐在のアメリカ外交官の活動制約化というところから、えー、香港の今の状況というのも、えー、伝えていただきました。